本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎 ZRX400 マーク2からニューペイント済みとなっております。非常にねコンディションのいい1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、フロント周りからですね、丸めにねカスタムされた1台です。そしてねビキニカールを催してですね、しっかりと仕上がった1台です。大きなね傷や割れ、スクリーン割れ、そういったものを見受けられません。フロントフェンダーですね、こちらもね、マーク2から仕上がっておりましてね、大きなね首筋用の保証剥がれ、そういったものも見受けられません。フロントフォーク、こちらからのねオイルにじみ、そういったものも見受けられませんね。はい、そしてねホイールはゴールドホイールですね。錆腐食、そして曲がりね、そういったものを見受けられません。ブレーキ周りですね、ローターの、ね、からの錆腐食、そしてね、ブレーキキャリパーの引きずり、そういったものを見受けられませんね。はい、ではサイドもあってエンジンですね、水冷の4気筒エンジンとなりますが、ヘッドからのオイルにじみ、そしてキャブレーターからの燃料漏れ、そういったものも見受けられません。ポイントカバーですね、クランクケース、こちらもね綺麗にペイント済みとなっております。はい、そしてねステップですね、純正を採用しております。大きなね曲がりや削れございません。はい、そして枕ですね、こちらね野島のねフルエキゾースト枕、音は後ほどご紹介していきたいと思います。はい、そしてリア足前ですね、フロント同様ですね、ゴールドのホイールが生えてますね。もちろんですがね大きな錆腐色ございません。ブレーキね、こちらも錆腐色、そういったもの見受けられないですね。はい、タイヤです。タイヤねまだまだいけそうですね。はい、でリア前ですね、小型のねクリアウインカーとですねフェンダーレスキットでしっかりと、スッキリと仕上がっております。はい、シートです。フロントシート、タンデムシートともにね大きな破れや切れございませんね。タンクです。こちらもねマーク2カラーでしっかりと決まっております。大きなへこみや傷ねございませんね。はい、ではねタンク内ご紹介します。はい、サビ色ね、大きなサビ色、見受けられません。はい、ではですねハンドルはねコンドルハンドルとなっておりましてですね、吹き上がりいきたいと思います。皆様のお問い合わせをお待ちしております。